こんにちは、ゆきよです。今回の動画は最後に案件の紹介があるんですけど、その案件を紹介するにあたって前半何の話をしようかなと思ってたところですね。倉庫からこれを引っ張り出してきたので、まずはこれのレビューをしていきたいと思います。2003年に発売された極小変形トランスフォーマーの第1弾です。ラインナップは箱絵に載ってる通り、コンボイ、ランボル、スタースクリーム、バンブル、サウンドウェーブの5種なんですが、シークレットで赤バンブルとスカイワープが入っております。パッケージの店面の方にも、はい、シークレット表記がちゃんとありますね。全6種プラスハテナシークレット5種じゃないのって思った人もいると思うんですけど、実はですね、コンボイ本体とコンテナと別々に1種類で入っております。パッケージの横にも A コンボイ、 B トレーラールーラーいずれかが入っておりますって書かれてますね。ではコンボイから見ていきましょう。ぐるりと全体こんな感じ。ギミックとしてはホロ走行可能ですね。意外とね、10輪すべて回るようになっております。ホロ走行可能ですね。そしてコンテナのアウトリガー、左右に展開可能ですね。はい、そしていつも通り連結も可能と、このようにね、角度調整もできるようになっております。そして、はい、中にはローラーですね、ちゃんと入っております。そしてですね、別売りのランボル入れることができます。もちろんバンブルも収納可能ですね。はい、そしてコンテナも展開ギミックあり、実際のおもちゃのようにね、これが上にグイーンと伸びるようには展開するようにはなってないんですね。あとはこのローラの射出ギミックとかね、ギミックらしいものは、特に何もないです。ただ展開するだけですね。はい、コンテナはこんな感じですね。そしてコンボイ、コンボイ変形させていきましょう。これもね、変形パターンは一緒かな。多少簡略はされています。足がね、横に開くギミックとかはないですね。腕の変形もほぼ一緒かな。初めからね、拳が造形されております。デラックスっていうか、通常版では、通常のおもちゃではね、拳は後付けになっております。よっと。はい、そして、脇腹がくびれてるので、ちょっと太ましいイメージがありましたね。変形させるとこんな感じです。意外とね、塗装も細かく分けられております。太ももとかね、銀では塗られてないですけど、こんな感じですね。そしてコンボイガン、コンボイガンを持たせるとこんな感じになりますね。はい、そして、基地を立たせてメンテナンスモードですね。まあ雰囲気的にこんな感じになります。次はランボル、これもね、細かく造形されております。こちらはコンボイと違ってコロ走行はなしですね。はい、そして変形、後ろ伸ばして腕を横に引き出す、そして胸を前に倒して、はい、これで変形完了ですね。多少、あ、つま先出すの忘れてましたね。だいぶ簡略化されておりますね。はい、そしてバンブル、こちらはさらに小さい、500円玉と比べるとこんな感じですね。では変形させていきましょう。まずは左右のタイヤを伸ばして腕に、お、ちょっと経年で硬くなってますね。シリコンスプレー拭いた方が良さそうかな。足を伸ばして頭、はい、バンブル完成です。ちょっと自立はしにくいかな。あ、しますね。そして赤バンブルですね。これも変形自体は一緒です。左右に腕を伸ばして、勝て。これはちょっと後でシリコンを拭いた方がいいな。そして足を伸ばす、顔、はい、赤バンブル、赤バンブルの方はレアですね。シークレットになってます。次はスタースクリーム見ていきましょう。これだけね、なんか知らんけどめちゃくちゃ黄ばんでますね。はい、もともとはね、この塗装部分の白と同じ色だったんですけど、うん、だいぶ黄色い。はい、全体こんな感じ。
あ、拳パーツを真ん中に挟んでるのはトランスプレイですね。はい。これもね、造形はよくできてますね。はい。では変形させていきましょう。ランディングギアしまって、拳パーツを取り外して、ミサイルも取り外す。そして、機首部分を折りたたんで、本体に収納、そして腕を出すですね。本体収納と同時に腕を出す。本体を一回転させて、頭部。ん？ランディングギアの位置おかしいな。これはおかしいでしょう。こうですね。中に入った状態ね。で、翼の変形。ここはなんか知恵の輪っぽいですよね。考えながら動かさないと翼が干渉するというね。足を変形させて、で、拳ですね。どっちがどっちだ、こっちか、反対側。そしてミサイルをナルビーム、キャノンだったっけ、ちょっと名称忘れましたけど、はい、両腕につけて、お、外れた。今回ね、変形かなりグダグダやってますけどね、今回はレビューが目的ではなく最後の案件が目的なのでね、ノーカットでやっております。はい、これでスタースクリーム変形完了ですね。スタースクリームは変形が複雑なんで結構時間かかりましたね。スカイワープも同様の変形ギミックです。まあ、これはね、スタースクリームと完全に色が違うだけなんで。変形パターンも同じですね。よっ。昔のトランスフォーマーにしてはね、スタスクは変形がかなり複雑な方ですよね。手順を踏まないと翼が干渉したりね。うん、拳をつける。また細かいからね、変形が難しいんですわ。足、ミサイル。よ、はい、スカイワープ変形完了ですね。そしてサウンドウェーブ、サウンドウェーブも小さいんですよね。ほとんど500円サイズなんです。はい、ですがね、ちゃんと変形します。まずは足、足を変形させて、つま先を出して、つま先がちゃんと出るところとかね、めちゃこだわりを感じますね。つま先を出す。そして腕、顔。はい、これで変形は完了ですね。実際の商品はですね、肩のミサイルポッドと腕の、ガン、何ガンか忘れましたけど、はちゃんとついてるんですけどね、ちょっとどこ行ってるのかわからないんで、欠品しております。はい、そして驚愕はですね、イジェークトができるんですよね。イジェークト、はい、ジャガーが入っております。でね、このサイズのジャガー、500円と比べてこのサイズのジャガーなんですけど、変形するんですよね。まあ本来のおもちゃと比べるとかなり簡易変形にはなってますけど、一応ね、このようにジャガーになります。ジャガーの大きさはくどいようですが、こんな感じですね。はい、500円玉の500の文字ぐらいの大きさですね。うん、机自体がちょっとたわんでるので難しいか。うん、ちょっとね、今すぐ立たせるのは難しいですね。はい、一応ね、こんな感じでサウンドウェーブ変形可能です。サウンドウェーブが一番脅威かな、このシリーズの中で。
もったいないからね、ちょっと新品は開けないんですけど、こんな感じでね、ちゃんとライフルとミサイルポッド入っております。そして説明書もね、個別でちゃんとあるんですよね。大きさはペットボトルと比べるとこんな感じ。144分の1、 HG ガンダムと比べるとこんな感じです。 G1 初代コンボイと比べるとこんな感じです。というわけで、こっからが本題となるんですが、携帯用ゲーム新作トランスフォーマーズアライアンスの紹介になります。ジャンルは RPG、AR プラス LBS、 コンボイ、バンブル、スタースクリーム、メガトロンなど多数のトランスフォーマーがあなたを待っています。ゲーム内でパーツを集めて希望するトランスフォーマーと直接会う。サイバトロン、デストロン、両陣営に分かれてトランスフォーマーの熱い戦いが繰り広げられます。トランスフォーマーズアライアンスは LBS 位置情報サービスをもとにプレイヤーが移動して拠点を占領し、所属している陣営の領域を拡張することができます。両陣営に分かれて陣地の取り合いは、トランスフォーマーのコンセプトにぴったしですね。なお AR 拡張現実コンテンツを通じて、車、携帯電話、PC など多様な物体からトランスフォーマーを召喚して、カメラで認識された物体から直接トランスフォーマーが変形して登場、バトルをしたりキャラクターを獲得育成することができますということですね。 AR でね、車とか撮影してそのままトランスフォーマー召喚できるというのは、いや、これは面白そうですよね。はい、概要欄などにクローズドベータテストの URL を貼っておきますので、興味がある方はね、そちらの方からダウンロードして遊んでみてください。では本邦初公開のディザームービーをどうぞ。